はい、皆さんどうも、T 島です。では今回もメタルギアソリッド5、ファントムペインプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、前回ですかね、ミッションの漆黒のもと、クリアした後に、サイドオプスですかね、このサイドオプスに、伝説のガンマンだったかな?ガンスミスか。この伝説のガンスミスっていうのがなんか出てきてたので、これクリアして、まああの伝説のガンスミス回収したらですね、このカスタムでウェポン改造できるようになったんで、一応スナイパーライフルですかね、これにサプレッサーをつけることもできたので、一応欲しかったやつですかねを一個ちょっと作ってみました。でこれもあのなんていうんですかね、他の部品を組み合わせてなんか作るみたいで、でまああのサプレッサーとかもあったりとか、スコープとかもいろいろなんか変えれるみたいで、一応8倍ですかねのあの3段階変えれるやつを今つけてる状態ですね。これずっと欲しかったんで、まあこのアフリカに行く前に作ってから行こうと思ったんですけど、結局、まあなんていうんですかね、レベルが、研究開発班のレベルが足りずで、まあいいかと思って、そのまま一応漆黒のもとですかね、行ったんですけど、その後にまあ、伝説のこのガンスミス回収して、まあ作れたんで、まあ結果良ければ全て良しみたいな感じで、まあ一応これ、まああの、ミッションですかね、行くときに、まあ持って行っていろいろ使ってみようかなと思います。で今回は、メインミッションのこの14番、リングワフランカ、これ行きたいと思いますので、ちょっとじゃあブリーフィングテープを再生。無品田油田の警備を行っていた CFA で内毛場が発生した。連中の主要メンバーはほとんどがアフリカーナーだが、南亜系の組織だけにイギリス人も設立に絡んでいる。詳しい事情は不明だが、アフリカーナーはそのイギリス人数名をキジバ野営地付近で拘束、尋問を行っているらしい。今回の依頼は捕虜となったイギリス人の一人、通称シシャクを救出すること。シシャクの詳細な居場所は不明だが、この男アフリカーナーたちが使うアフリカンス語は喋れない。尋問には英語のできる通訳が立ち会うだろう。つまり通訳を追跡すればターゲットの場所が分かるという寸法だ。ちなみにターゲット以外のイギリス人捕虜は無視して良いとのことだが、どうするかはあんたに任せる、ボス。はい、ということでイギリス人の死者を救出せよ。まあ他の捕虜ですかね、もういるみたいなんで、一緒にまあ回収しながら行こうかな。じゃあミッション accepted。で、ランディングゾーンが2つか、どうしようかな。結構なんか近くに、ここが目的地か。目的地の近くに、じゃあランディングゾーン、ここ行こうかな。で、一応ですね、その改造したやつは、この黄色の文字で表示されるんですけど、まあそのうちこのアサルトライフルかなとスナイパーライフルと、あのいつも使ってるこのハンドガンですかね、あの麻酔銃のハンドガンを一応これ3つ今改造してるんで、これをちょっと持っていこうかなと。であとは武器は大丈夫かな。で、あのバディも、D ウォーカーかな、これもなんか新しくできたんですけど、ちょっとまだ、手に入ったばっかりなんで、あんまり、なんか通常モード口笛しかないんで、とりあえずは、まあ、サイドオプスとかですかね。で、使って、まあ、いろいろ多分増えていくと思うんで、それまでは D ドックのままでいこうかなと。よし、じゃあ、出撃しようかな。
で結構その作ったスナイパーライフルですかね、3段階調整できるんですけど、まあ結構使いやすかったですね。サイドオプスとかでちょいちょい使ってみたんですけど、こっちの方向だなぁ。あ、こっちか。あれ、まあ近場だからいいかな。よし、どうかお気をつけて。はいよ、行ってきます。あれ、リードク、あ、いた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 。よしよしよし、それじゃあこんなところにマーキングしてんのか。まあこのスナイパーライフルがあれば遠目からでも狙うことができるんで、まあ結構使いやすいんでね、まあどんどん使っていこうかなと。あとはまあ弾薬とサプレッサーですかね、が切れないようにまあ注意するぐらいですね。お、結構いるな。お、あっちにも捕虜。アナリシスコンプリート。あとはこっちか。あ、ちょうど見えないな。アナリシスコンプリート。とりあえず捕虜がいるんで捕虜を助けに行こうかな。武器を使うときは敵に気づかれぬよう慎重にだ。67メートルか、このくらいかな。はい、なんか結構増えた。ビジネスライクな CFA の奴らが同じ CFA のメンバーを尋問するとはな。事態は相当に切迫している。奴ら下手に刺激するとターゲットの殺害に踏み切るぞ。ほほ、結構なんか近場にいるな。でまあ尋問しようと思ったけど、そう喋れないんで、まあ尋問もできないんで、そのままちょっと離れたところで回収しようかな。じゃああと3人か、2人ぐらいがなんか寝てるな。アフリカアンス語がそのあたりの傭兵たちのリンガフランカだ。尋問して情報を得るには通訳が必要だな。だが通訳はまだ回収するな。通訳がいなくなれば尋問もできなくなる。奴ら用済みと見れば躊躇なくターゲットを殺すぞ。お、よくよく見たらこれ敵だ。捕虜かなと思ったら違うな。よし、連れていこう。見つかる前にさっさと回収しようかな。じゃあよし、もうさっきちょっと回収しとこう。結構なんかサボってる兵士が多いな。
それともまだ仕事の時間じゃないのかな。お、雨が降ってきたな。死にもいるな、結構たくさんいるな。アナリシスコンプリート。で、こっち側にもなんか二人、あっちは中にいるのかな、もしかして中だな。Analysis complete. 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 さて、じゃあどうしようかな。お、向こうにもまだ一人いるな。Analysis complete. Analysis complete. こいつか。ターゲットじゃないようだな。あ、違うのかい。依頼によると。磁石以外のイギリス人は救出対象じゃない。なぜその男だけが特別なのかは気になるが、ただ他の連中を回収しても問題はないはずだ。あー、やべえ、どうしよう、どんどん集まってきてるな。あ、クソ、ヘルメットかこいつ。とりあえず一発ずつ当てとこうかな。あ、外した。くそ、渡らねえな。あっちは遠いな。そういう場合は、ちくしょう、ちょうど隠れてるのか。あ、そうか、これ。あ、クソ、ヘルメット。顔ならどうだ。よし。よし、一人気づいたな。出てこい。よし。あ、一段下がるんかい。おお、まだいる。多いな。くっそー、こいつヘルメットかぶってやがる。起こすな。わあ、もう畜生、なんで起こすんな。ちょうど隠れてやがるな。ああ、なんかどんどん湧いて出てくる。畜生、サプレッサーが。あ、じゃないよ。よし、あと一人、あっちか。もうこれだけ眠らせて、ちょっともうどんどん回収していこう。
ちょうど物陰に。よし。Supplies requested. Supply drop complete. あっちにもいるな。Analysis complete.気づかれないかな。あ、やべ、気づかれた。先ほど回収した捕虜、ターゲットではなかったが情報を得られた。捕虜の監禁場所と尋問場所は分けられ、捕虜同士の監禁場所も離されているらしい。よし、どんどん回収だ。止まってくださいね。はい、じゃあちょっと再開しようかな。だが奴の話ではターゲットの尋問は夜間に行われると。よし、だいぶ兵士は減らされたかな。なんかあっちにもいるな。あ、盾装備しやがるな。よし、あいつは離れていってるから向こうのやつだな。The map has been updated. あ、なんか開発資料か。よし、じゃあとりあえずちょっと捕虜の回収に行こうかな。あっこにも一人いるな。どうしようかな。あ、こいつもなんかヘルメットかぶってるな。いけるかな。あ、クソ、ヘルメットか、やっぱり。よし。動くな、動くな。あ、クソ、隠れたな。ダメか。はいよ。よし、これでだいぶ心当たりの兵士は回収できたかな。よし、とりあえずじゃあ目的地に行こうかな。あ、結構多いな。
ああっちにもいる。アナリシス complete。困ったことがあれば無線で連絡をくれ。助言できることもあるだろう。いや、敵が多くて困ってるんですけど。こっちにもいるな。こいつらか。あー、みんな家の中にいるのか。家の中にスリープグレーン投げ込んだのかな。よいしょ。何をしている。通訳がいなくなれば尋問もできない。そうなったらよ。よいしょ。そいつがターゲットだ。あ、こいつターゲット。さあ来い。あれ、なんか逃げてったな。あ、来る、あ、来るのか。来た来た。ダイヤモンドが。まずい。この騒ぎで奴らターゲットの殺害に踏み切るかもしれん。急いでくれ。そんなことはないだろう。おいおいおい、危ない。おいおい、やべえ、なんかぎょうさん来た。おい、ショットガン持ってるのかこいつ。当たってないな。やばい、やめる。
あ、登れないのか。まあいいよ、こっちから。どんどん回収してったら。おい、この上にもいたんかい。これダメなパターンだな、多分。あー、どうしようかな。おー、なんかどんどん来てるな。あ、そうなの？あ、こいつ、あ、こいつの通訳か。よし、もう今のうちにさっさと電源回収していこう。よしよし、これでだいぶ回収できたかな。回収する、了解だ。あ、で、あっちにもスタンがいるな。んで、あとは磁石を救出したらいいのか。さてと、磁石はどこにいるのかな。やべえ、なんか朝になってきたな。あれ、そうなの？よし、ホットゾーンを離脱。敵兵なし、ミッションクリアだ。エクストラクション arrived at mother base。あ、結構回収してるな、33人。
Unit function added. Development project has been added. お、いろいろ増えた。ミッション完了だ。ボス、見事だった。え、これで A なの？結構被弾してるけどな。まあまあいいかな。あ、ちょっとディドクロのとの親密度が下がってますね。はい、では今回はちょっとこの辺りでちょっと動画を閉じようかなと思います。どうも最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。試着だが、他のイギリス人から話を聞いたところ、とんだ食わせ者だった。どうもこの男、CFA を反政府勢力のウニータから政府側の MPLA に鞍替えさせ、その見返りに MPLA の油田利権を手に入れようと目論んでいたらしい。そしてそれをアフリカーナーたちに隠していた上、立場が危うくなると他のイギリス人のせいにして逃げようとした。最後には捕らえられた挙句、自分だけが俺たちに助けてもらおうと。ひとまず映像にぶち込んでおくが、こいつの説得には骨が折れそうだ。それからボス、磁石から興味深い情報を得た。最近 CFA や近隣の PF が相次いでウォーカーギアを購入しているらしい。あれはソ連軍の新型兵器。しかもまだプロトタイプだ。横流ししているのはサイファーしか考えられん。だが一体何のために。ボス、俺たちへの依頼の中にウォーカーギアに関係するものがあった。これはサイファーに迫るチャンスかもしれん。ミッションリストを確認してくれ。